ブルージュのゼーブルフヘコに停泊する全長300メートル級の巨大コンテナ船 CMA-CGM バルザック CMA-CGM はフランスを本拠とする世界有数の海運会社、コンテナ輸送会社170の定期コンテナ航路で世界150カ国の400の港湾を結びマースクライン MSC に次ぐ世界第3位のコンテナ物流企業である 本社はマルセイユにあり、北アメリカ本社をアメリカ合衆国バージニア州ノーフォークに置く。CMA-CGM の会場コンテナを輸送するトレーラー。エジプトのアレクサンドリア港で CMA-CGM の歴史はフランスの名門海運企業メサジェリ・マリティーム社の前身メセジョリース・ナスヤナルがマルセイユで設立された1851年に遡る。 1855年にはもう一つの前身企業であるカンパニー・ジェネラール・マリティームが誕生し、1861年には社名をカンパニー・ジェネラール・トランザトランティークと変更した。インド洋や太平洋方面への運航を担う MM と南北、アメリカ、とりわけルワーブル・ニューヨーク間の幹線を担う CGT はフランスを代表する定期船運航企業としてフランスから ニューヨークや世界各地の植民地へ向かう、豪華客船などを運航した。しかし、第二次世界大戦後は、客船の衰退などで経営が悪化し、1977年には、合併して、フランス政府の国営企業、カンパニー・ジェネラール・マリティーム・コンパニー・ジェネロレイ、マリタイムになった。一方、レバノン出身の実業家、ジャック・サーデは1978年に、 船会社 CMA を設立して、地中海での養船業を開始し、定期貨物路線にも進出し、次第に会社を大きくして、ジャック・シラクラ大物政治家とも懇意になった。1996年、フランスの首相アラン・ジュッペは CGM の民営化を決定した。さらに、CGM をジャック・サーデが買収、CMA と合併させて、CMA、CGM が誕生した。 1998年には CMA、CGM はオーストラリア政府からオーストラリアンナショナルラインズを買収、これを子会社とした。2005年9月にはルアーブルに本社を置くライバル海運会社デルマスを大手複合企業グループボロレから6億ユーロで買収した。この買収は2006年1月5日に完了し CMA、CGM グループは 世界第3位のコンテナ運送企業へと踊り出た。2008年後半からの世界経済危機で CMA、CGM は運賃相場の低下、燃料の高騰、すでに発注したコンテナ船の支払いなどにより多額の債務を抱える苦境に陥り、フランス政府やフランスの政府系ファンドからの支援を仰いでいる。2016年7月にはシンガポールに本拠を置く。 ネプチューンオリエントラインズを24億ドルで買収し、NOL 市会社のアメリカンプレジデントラインズも参加に収めた。ありがとうございます。